北の少女、小川未明。少年は海を眺めていました。青黒い水平線はうねりうねっていました。それはちょうど一連の遠い山脈を見るように思われたのです。そして今にも何か不思議な珍しいものがその小山の頂のあたりに踊り上がらないかと儚い空想を抱きながら待っていたのでした。もうこの海にもじきにお別れしなければならない。こう思うと彼の胸は迫ってくるのでした。それほどこの自然に親しんだばかりでなく、この村の子供たちとも仲良くなったのでした。何見ているの？短い着物を着て、頭の髪をぐるぐる巻きにした13歳の女の子が、少年が黙って砂の上に腰を下ろして、じっと沖の方を見ているそばへ寄ってきました。そして、それが何であるか自分も見ようと思って、黒い瞳をば波の上へ馳せたのです。海は生きているもののように動いていました。かすかにうなり声を立て、波があちらへ引いたかと思うと、次にはもっと大きな怒り声に変わって、勢いよく襲ってきたのです。しかも同じことを根気よく繰り返していました。おそらく、幾千万年の昔から、そのことに変わりはなかったでありましょう。私には何にも見えはしないわ。彼女はこう言いました。海の上の空は雲切れがして、青いところはそこにも海があるように、全く海の色と同じかったのであります。あちらを見ていてごらん。今に何か見えるから。と、少年は言いました。もう少し経つと、新潟の方から汽船が来るわ。まだ黒い煙も見えやしないわ。彼女は風に吹かれながら立っていましたが、やがて自分もまた砂の上へ座ったのです。そしてやはり海の方を見ていました。僕は何かの雑誌で見たんだよ。黒い海坊主がにょっきりと波の上から頭を出したのを、今に海坊主があちらの沖へ見えるかもしれない。と少年は言いました。彼女は少年の顔を懐かしげに見上げて、その雑誌見たいけど、今持っているの？持っていない。泊まっているうちにあるの？東京に。少年は、東京という言葉を口にすると、帰る日が迫ったということにすぐ気がつきました。ここへ来てからあまり思い出さなかった、にぎやかな景色がありありと目に浮かんだのであります。自動車や電車の通っている広い通りはまだ暑そうに日が照らしている。人間の姿が小さなアリのようにその間に動いているありさまなどが想像されたのでした。しかししばらくそこを離れているとなんとなく都へ帰るのが嬉しかった。東京にもたくさんなお友達があって、中には自分の帰るのを待っていてくれるものもあると思ったからです。しかし、彼はここにいる少女をはじめ、ここへ来てお友達となった村の子供たちと別れるのが何より悲しかったのでした。いつ坊ちゃん帰るんか？もうじき帰るの。彼女はこの時、急に両手を顔に当てて泣き出しました。なぜ泣くの？と、少年は少女の顔を覗き込んだ。けれど彼女は黙っていました。泣く声はだんだん小さくなりました。しまいにはむせび声となり、いつしかそれは波の音に消されてしまいました。ねえ、僕帰ったら手紙を送れよ。僕もあげるから。と、少年は彼女が
やっと顔を上げた時に言ったのでした。私、字を知らないのだもの。彼女は恥ずかしそうにこう言って、また下を向いたのです。学校へ行かなかったのかい？少年はこう問うと、少女は顔を赤くしながらうなずきました。彼は東京へ帰ったら、ここへ来て一番先にお友達となったこの少女へ手紙を出そうと思ったのも、虚しくなったのを残念に思いました。けれど、文字を知らないということが、なんで彼女を馬鹿にする理由となろう。東京は広い？いくら広くても、電車や自動車に乗れば、端から端まで造作なく行けるのだよ。何にも乗らんけりゃ、みんな歩くのに、幾日かかるか？そんなこと僕にもわかるもんか。二人はこんなことを話していました。そのうちに、日は海の彼方へ沈んで行きました。波の上は美しく彩られたのです。それはちょうど花びらを空へ振りまいたように見られたのでした。少年がいよいよ帰る日に、少女は海岸を歩いて、本当に美しい、珍しい、いろいろの形の、また色をした貝殻を拾い集めてきて、東京への土産にするようにくれました。貝の種類の至って少ない北海には、こんな貝殻は珍しいものか知れないけれど、波の穏やかな南の海岸には、もっときれいな貝殻が少なくなかったのでした。しかし、この貧しい哀れな少女の志は、どんな尊い真珠も、サンゴも及ばなかったでありましょう。少年は、厚く礼を言って、喜んで持って帰ることにいたしました。半年は過ぎ、一年は経ちました。また来年こそは、もう一度北の海岸へ行こうなどと思ったのも、その時になると、家庭に用事ができたり、もしくは他へ行くようなことになって、少年はただはるかに北海の夏の夕暮れの景色などを思い出して、いろいろ空想したに過ぎなかった。そして、いつしか秋となり、早くも木枯らしが吹く頃になると、間もなく吹雪に見舞われなければならぬ、この北の風の叫ぶ、森や砂浜などを目に寂しく描いたのでした。今頃この辺りはどんなだろう。それこそ、ものすごい水平線の上を黒い海坊主が大股に歩いているかもしれぬと思われたのです。しかし、それもいつしか過去の夢と薄れ、消えてゆく日がありました。ある夏の日の午後のことでありました。小さな弟が玄関に立って何か売りに来たものを断っていました。いらない、いらない、いらない。けれど、売りに来たものはなかなか帰ろうとしない様子でした。小さな弟は耳のあたりを赤くして外の方をじっと見つめています。この様子を見たとき、彼は何だろうと弟のそばへ行って、外を覗いたのでありました。怪しげな風をした田舎娘が、短い着物に傘をかぶって、かごのようなものを担いでいましたが、その時は女はこちらを見ずに、司祭ありげに庭先の垣根の下を見つめて立っていました。兄さん、あの女はなかなか帰っていかないのだよ。と、弟は兄を振り向いて言いました。彼はその女が何をしているのだろう、と黙って見ていると、そのうちに女は籠を担いだまま、門から往来の方へ出て行きました。二人は奥へ入ってこのことを家の人たちに話しますと、庭の木戸は閉めておくのですよ、と姉さんが注意されたのです。少年は庭へ出て、さっき女がじっと目を落としていた垣根のあたりを見ると、
そこには水盤が置いてあって、いつか北の方の海岸へ行ったとき、あの少女が拾ってくれた貝殻や石が中に入っていて、今も美しく見えたのでした。彼は思わず、はっとしました。今の女は、どちらへ行ったろう。こう叫ぶと、門の外へ走り出ました。けれど、だいぶ時が経っていたから、わかろうはずがありません。虚しく水盤の前へ戻ると、彼は、もしや彼女ではなかったか、と、言い知れぬ悲しさに襲われたのでありました。